風力発電とは、風の力でタービンを回して電気に変換する、発電方式である。イギリスでは1887年に、グラスゴーの J ブライスが、垂直風車により、出力3キロワットの発電を開始したとされ、アメリカでは1888年に、クリーブランドの CF ブラッシュが、直径17メートル144枚のブレードから、 なる巨大な多翼風車で1 2ットの風力発電を1908年まで20年間使用されたとされ、1891年にデンマークのアスコーでポール・ラクールによって風力発電研究所が設立され、風力発電で電気分解した水素と酸素で発電の実験が実施された。日本では1949年に山田元宏が札幌に 山田風力伝説工業所を設立し、風車の本格的製造を開始した。オイルショックを機に、風力発電などの代替エネルギーへの関心が高まり、1973年に、足利工業大学、三重大学で、風力発電の研究開始、1975年に、鶴岡高専、山形大学で、風車の研究が開始され、その後、 複数の教育機関や企業が参入したものの、1980年代には、石油の安定供給、価格下落により研究開発は下火になり、1990年代に入ると、地球温暖化への対策の一環として、再び、風力発電への関心が高まった。1970年代とは異なり、複合材料や、パワーエレクトロニクス、 数値流体力学によるシミュレーション技術の発展が追い風になり世界各地で普及が進む。風力発電は従来の集中型電源と様々な点で異なる特性を持つ。主に環境負荷の小ささ、化石燃料の使用量削減、エネルギー安全保障、産業振興、雇用喪失などが挙げられる、主に出力電力の不安定、不確実性と、 周辺の環境への悪影響の問題があり、特に設置場所の選定が重要となっている。発電に使用される風車は、風力タービン、風力発電機、風力発電装置などと呼ばれる。形式としては水平軸のプロペラ型が最も多く用いられている。その他、用途に応じて、垂直軸のダリウス型、ジャイロミル型、サボニウス型、または、 その併用形を用いる場合もある。また直線翼垂直軸型、スクリューマグナス風車もある。風車以外では、振動板に風を受け、圧電阻止で電力を得る方法が研究されている。水平軸プロペラ式一般的な、水平軸プロペラ式では、大きく3つの構成要素からなる。風力原動機は、ローターの直径が大型化するに伴い効率が、 向上し、採算性も向上する。地上付近では、地面や障害物等による摩擦があり、高所の方がより効率よく、風を捉えられるのが大きな理由である。このため、発電事業用の風力原動機は大型化する傾向にある。2005年は、世界的に2.5メガワットクラスが中心であった。2008年には5メガワットの機種も登場している。 しかしながら、保守の観点から考えるならば、ロータ系が大型化するにつれて、タワーは高くなり、ブレードは長くなることから、点検や補修に困難が生じやすくなる。発電量は、ローターの半径の事情、風速の惨乗に比例する。効率は、最高59%である。1919年、ドイツのアルバート・ベッツにより導き出された。 日本メーカーでは1メガワットクラスが主流であったが、近年、2から2.4メガワットクラスのものが商品化された。また、家庭への普及を狙って、小規模の風力原動機を商品開拓する動きもある。大型機における原動機部分の寿命は、通常20年程度とされる。設計寿命は主に耐久性とコストのバランスで、決定される。 基礎部分の寿命は50年程度で設計し、2世代にわたって利用することが可能である。なお、日本では、風力発電設備の減価償却資産としての、対応年数が17年とされることからこれを、寿命の代わりに用いて計算する場合があるが、その分発電コストを5%程度高く見積もる、ことになる。寿命を迎えた、原動機については、 集中型発電所に比べ、更新で一度に止める、風車の数が少なく、後期も短いため、発電所全体の稼働状況に与える影響は、少ないとされる。風力発電機メーカー市場のシェアは2018年時点で、デンマークのベスタス社が22%で1位、中国のゴールドウィンドが15%で2位、米国の GE 社が11%で3位となっている。 日本のメーカーでは、2000年代、三菱重工業、日本製工所、富士重工業などが生産していたが、国内の受注量が伸び悩み次々と撤退。富士重工の風力発電事業は、2012年に、日立製作所が買収してテコ入れが行われたが、日立がドイツのエネルコンと提携していることもあり、独自生産を続ける必要性が低下。2019年には、 発電機生産を終了する方針が報道された。2020年には、ジュウィンドが陸上にメガワット風力発電機及び、洋上の5メガワット風力発電機の国際形式認証を取得し、メガワット級風力発電機のメーカーとしては唯一の日本企業となっている。風力発電機のブレードを設置場所まで運んでいる。 様子風力発電機の設置工事に必要な期間は、規模や環境にもよるが、概して他の発電方式よりも短い。1機では、通常3から4ヶ月とされる。20機程度では10から11ヶ月、50から100機程度の大規模な、集合型風力発電所でも1から2年ほどの例がある。デンマークの沖合6の 15km にに、 メガワット機を80機、合計160メガワットを建設した実例では、現場での建設作業は約半年、製造から含めても約1年半で済んでいる。これは、他の大規模集中型発電所に比べると格段に短い。これは、需要構造の変化への対応や、機器の更新を容易にするほか、工事期間中の利子も低く抑える効果がある。例えば、 下記のような利益が得られるただし、工事に先立って、風況調査などにある程度の準備期間が必要になる。また近年の需要急増により、納期が1年を超える例も見られる。保守については、一般に、風力発電機は大規模集中型発電所に比して、修理や点検が比較的容易であり、必要な時間も短くできるとされる。ただし、 日本の場合は2008年時点で風力発電機の8割程度が輸入品であるため修理部品などは海外から取り寄せる場合が多くなるそのため部品が届くまで数ヶ月かかることがある集合型風力発電所は多数の風力タービンを1箇所に設置し発電する施設ウィンドファームとも呼ばれる大規模なものでは数百平方マイルの広大な敷地に 数百の風力タービンが並ぶが、タービンとタービンの間の土地は濃厚など、他の用途に利用できる。洋上に設置される場合もある。加藤式風力発電設備は、支柱を倒すことができる風車を利用した発電施設。強風が予想された場合に倒すことで台風の被害を防ぐことができる。メンテナンスを地上で行える設置に。 大型の重機を必要としないといった利点がある。通常の風力発電施設は台風クラスの強風にも耐えうるための構造をしているが、その強風を避ける性質を持つ加藤式設備では変形にコストが必要になるものの強度構造のためのコストを削減できる。また、通常型の設備でも台風での被害は防ぎきれるものではなく、台風上州地域にとっては 過冬式にすることで損傷、破壊を防ぐコストメリットが生まれる。洋上風力発電所と呼ぶ。地形や建物による影響が少なく、より安定した風力発電が可能となる。また立地確保、景観、騒音の問題も緩和できる。2010年末時点で欧州を中心に 3GW 以上が導入されている。 水深が浅い海域において海底に基礎を立て、大規模なウィンドファームを建設する例が各国で見られる。もともとはデンマークを中心に建設が進められてきたが、近年になって欧州全域に広がる勢いを見せており、特に英国における伸びが著しい。英国政府が掲げるその目標は、2020年までに洋上風力発電設置容量33。 GW 導入目標という壮大なものである。ドイツにおいても、北海における国家プロジェクトアルファーベントス60メガワットを皮切りに、2009年以降の導入加速が見込まれる。日本においても港湾内などにおける建設例が見られ、2010年3月には、茨城県にて、初の港湾外への設置事例が稼働を開始している。また推進が深い場所のために、 不体式の基礎を用いる方式も研究されている。2009年に、ノルウェーにおいて、フルスケールとしては、世界初の不体式洋上風力発電施設、ハイウィンドが、建設された。沖合での洋上風力発電については、電力の陸上への送電が困難であるため、発電した電気で水素を製造し、これを圧縮したり、 有機ハイドライドに吸着させる等により輸送することが研究されており、これにより電力変動の問題も解決されることが期待されている。九州大学の研究者を中心に、海上に巨大な風力発電所を作り、新しいエネルギーとして活用しようという構想の研究会が発足している。構想によると、海上に、鉢の素状に浮かべた六角形のコンクリート、 構造物の上に従来の2倍以上の風力を得る直径100メートルの風力原動機を設置。送電線は使わず、得られた電力で海水を電気分解して水素を作り、その水素を船で陸に輸送して水素発電や燃料電池に使うというもの。高強度の新素材や効率的な風車、水素貯蔵などの最新技術を組み合わせ、 原発1基分に相当する100万キロワット級の発電を低コストで目指している。新素材の耐用年数は100年以上とされ、発電コストは原発の範囲分以下に抑えられる。六角形の二重の内部を養殖場にすることで漁業保障の問題も解決できるとしている。資金の目途がつけば6から7年で技術確立が可能としている。 米国、ヨーロッパでは次世代の風力発電として、強くて安定した風が得られる上空に風船などで、風力原動機を持ち上げて設置する、空中風力発電機、オート、英語、エアボーンウィンドタービンなどのアイデアが検討されている。世界の風力発電の累計導入量世界の風力発電の累計導入量予測風力発電は、世界各国で活用されており、 2010年では世界の電力需要量の2.3%であるが2020年には4.5から11.5%に達するという調査もある2013年末の風力発電の累計導入量は 318.1GW に達しており増加率は鈍化しているが前年に比べて12%増加した2013年から2018年までの 風力発電の増加は12%から15%の伸びが予想されている。中国の伸びは顕著で、新規導入量は 16.1GW である。また、洋上風力の導入で英国の増加が特徴的である。エスチニスウィンドファームベルギー2006年の欧州での導入量は2005年に比べ約19%増加し 48, 27、48,027。 メガワットに達した。設備全体による年間発電量は約 100TWh に達する見込みである。これは2005年の EU 全体の電力消費量の3%に相当する。2020年には EU の全電力需要の13%を風力だけで賄える見込みである。政策的にはほとんどの国が 固定価格買取制度制と呼ばれる制度を軸として普及を進めている。普及の最も進んでいるデンマークではすでに国全体の電力の2割が風力発電によって賄われ、なおも普及を進めており、2025年には5割以上に増やせるとしている。スペインでは2010年に風力発電で 電力需要の十六六点パーセントを供給し、また電力由来の二酸化炭素排出量の二十六パーセントを削減した。非化石エネルギーのシェア増加により、電力コストが抑えられて、隣国フランスよりも安価となり、二千十年には八点三 t w h を輸出した。また二千十一年三月には、風力発電による月間の発電量が二十一パーセントを占め、 原子力やガス複合火力を抜いて最大の電力供給源となった。米国、テキサスのブラソスウィンドファーム米国は以前からカリフォルニア州やテキサス州で大規模な風力、発電ファームを建設していたが2008年5月にエネルギー省が2030年までに電力需要の20%に相当する約 290GW を風力発電で 賄うという目標を立ててから、さらに設備量が増えた。しかし2010年には、金融危機等の影響で市場が前年より縮小し、中国に累計導入量で抜かれた。カリフォルニア州には2014年1月現在で、世界で最大の風力発電所である、アルタウィンドエナジーセンターが存在する。大手の風力発電機製造企業として、GE エナジーが存在する。 北海道に多い風力発電用風車日本では欧米諸国に比して普及が進んでいない。理由として台風に耐えうる風車を施設すると欧米と比較してコストが上がることや大量の風車を設置できるだけの平地の確保が困難なこと。もともと日本ではクリーンエネルギーとして太陽光発電を重視してきた歴史があることなどが挙げられる。 日本の電力会社は風力発電事業に消極的であるが自治体による自治体風車や市民グループによる市民風車等のプロジェクトの取り組みが進んでいる。日本では2004年頃から風力発電が本格的に導入が開始され以後徐々に普及してきており2014年時点で全国に約2000機発電能力の合計は 約250万キロワットとなっている。ただ、普及に伴い、風車部分が丸ごと落ちるなど、惨事につながりかねない事故も起こるようになっており、対策が検討されている。日本の風力発電所で有名なのは、戸間前町とは家内市死が挙げられる。風力発電は、水力発電に次いで再生可能エネルギーの中では、採算性が高く、大規模なものについては、 天然ガス等の火力や原子力と競争可能なコストまで下がっている。また実質的にドイツで始まった固定価格買取制度は風力をはじめとした再生エネルギー支援の一般的手法となっている。大規模に導入しているデンマークにおいては風力発電の経費は過去20年間で80%以上削減され、 通常電力と競争可能な水準まで低下した。温暖化対策費まで考慮すると、欧州における風力は、石炭火力より、発電経費が一桁少ないとする資産もある。なお、近年の資材の高騰により、装置価格の増加も報告されている。風力発電は一度設置してしまえば、その後は、化石燃料の価格変動による影響が、 ほぼ保守費用などに限られるため、その分事業が安定化する利点がある。火力発電を減らして、風力発電で代替するにあたっては、出力変動などの対策、及び送電網の拡張や予備発電設備容量の確保等が必要となる。一般的には、一定程度の導入割合までは、その追加費用が実用的な範囲で済むとされる。欧州では、 域内での風力発電などの増加に対応した系統の拡張が検討されている。小型風力発電機の例外路島の頂上に設置し、太陽光発電と併用風力発電は小規模、分散電源であり、導入規模や範囲が増すほど、全体的な信頼性と安定性が高まり、発電コストも低減する。生産から設置、運用廃棄に至るまでのライフサイクル中に、 投入するエネルギーを風力により生み出すエネルギーによって節約できるまでの時間をエネルギーペイバックタイムまた寿命との比をエネルギー収支比という。原動機の性能及び設置場所の風況に大きく左右されるが通常エプトは数ヶ月程度とされる。またエネルギー収支比は38から54とも見積もられている。大型化などの技術改良のほか。 リサイクルや基礎部の再利用等によって、今後も改善が見込まれている。風力発電の発電量あたりの温室効果ガス、排出量は小さく、日本では25から3 4ム CO2、CO kWh などの計算例がある。この値は、設置地点ごとの風況や風車の性能に左右される。近年の大型で、高性能な風車ならば10、1 0ム。 CO2、CO キロワットアワーを切る場合もあるとされる。設置効果は7 5 0ット機一機が500エーカーの森林に相当するとも言われる。日本の電力の平均ゲグ排出量は約3 4 6グラム c o 2キロワットアワーと計算されている。例えば寿命20年でゲグ排出量が25グラ2 5ム c o 2アワーの場合。 CO2 ペイバックタイムは20イコール1.45年となる。10gCO2kWh ならば約7ヶ月である。諸課題の中でも技術的課題については性能や安全性の向上を狙った開発競争の焦点となっている。従来問題点とされてきた天皇奥は技術的に対処が可能とされる。風力発電の課題の一つに 騒音対策、低周波対策がある。人家に近接して設置された場合に、近隣住民が、めまい、動機、耳鳴りなどの違和感を訴える例が出てきた。ブレードやタービン部が出す、風切り音などの騒音や低周波振動が、原因だろうと指摘されるようになった。日本各地で、建設反対運動が起き、ドイツでは、建設済みの発電所の撤去を命じる判決も出た。 騒音、低周波などが報道などで知られるようになり、設置計画に対して予定地の住民の反対運動が起きる例も出たため、騒音や低周波の対策が研究され、対策が検討されたり、それが具体的に打たれるようになった。技術的な改善策の一つがブレードの翼断面の改良である。昔の風車では航空機用の翼断面を用いていたため、 翼端収束が100秒速120メートルに達し、騒音を大きくする要因となっていた。この翼端収束は、風車専用の翼断面を用いることで大幅に低下し、現在は大型機でも秒速60メートル程度となっている。さらに、多極式発電機の採用によるギアレス化、ダウンウィンド型からアップウィンド型への移行などの対策により、 騒音は200メートルから300メートル程度離れれば、周囲の風音と区別がつかない水準にまで減少する。また、風力発電機が建てられ始めた頃から、電波障害への懸念が相当数存在していたが実際にはそれほどの苦情は発生していない。電波障害となる要因には遮蔽障害と反射障害が考えられ、それぞれが 回転翼部分と静止しているタワーとその先端のナセル部分が影響する可能性がある。21世紀現在の回転翼はすべて繊維強化樹脂性であり、電波に対して有意な影響を与えないと考えられる。ため、t b 送信等と住宅との間に設置しないことや、ナセル筐体の反射を低減する等のナセルとタワーの影響を事前に確認することで解決できる。 また、ナセル内の発電機や付随する電力機器類からの電波ノイズの防止と遮蔽も考慮されなければならない。騒音以外には、シャドウフリッカーもしくは、ストロボ効果と言われる回転する羽によって断続的に横切る影が問題視され、これは生態系にも影響を与えると考えられている。対策としては、今のところ太陽が低位置にある場合は風車を、 停止する以外にはない。風力発電装置は民家からできるだけ離れたところに設置することが望ましいとされており、計画段階からそれに注意すべきであるとされる。イギリスでは民家から5キロメートルの距離を取るように定められている。ラティス構造のタワーが林立する古いウィンドファーム。横桁に止まろうとして鳥類が誘引され、被害に遭う。 一般的な円柱状タワーを用いた風力発電所長類レッドリストに該当する犬タカ、オオタカ、フクロウ、ノスリなどの希少猛禽類の幼鳥が風力発電のブレードに衝突して死亡するケースがある。衝突死の多くは鳥が風車の回転範囲を通り抜けようとして回転翼を避けずに体が切断されることにより生じる。一説には モーションスミア現象によって、高速の羽が見えず、反対側の景色が透けて見えるため鳥が気づかないためと言われている。鳥類の目は人間に比べ、モーションスミアが起こりやすいという実験結果が出ている。鳥類は、生息地の喪失、繁殖の妨害、祭事地の喪失、などの影響も受けているが、バードストライクは、鳥の大群が通るルートの地域で多数発生している。 ことが分かっている。設置する場所や、携帯の選定さえ、適切ならば、通常の送電線以下の危険性しか及ぼさないとの、報告もある。米国での年間平均バードストライク数は、大型風車一気につき2.19波ドイツでは、同0.5波である。米国でのバードストライク総数は、年間約10億波であるが、 風車によるものは0.01%であり、窓ガラスなどに比べて極めて低い数字である。英国王立鳥類保護協会も適切に設置された風力発電所は鳥類に大きな脅威を及ぼさないと考えると表明している。スペインの影響調査では風車設置場所を飛行する鳥類の死亡率は0.1から0.2%と報告されている。一方、 2007年から三重県で行われた調査では繁殖期のテリトリー密度と種数密度で1、4に減少したとする報告がある。技術的には夏季のような対策が考慮される。他に渡り鳥の飛行ルートへの悪影響についても懸念されており、渡りの重要なルートへの設置は避ける必要がある。陸上風車の建設工事で生じる土地 海変により流出する土砂が下流域を汚染する場合がある。特に山椒魚など気象動物は生息する源流のお濁に敏感なため悪影響が心配されている。洋上風車の場合も工事中に伴う海水の濁りなど周辺環境への影響を完全に除くことは難しい。風力発電機の設置にあたっては自然景観への影響が 問題になる場合もある。例えば風光明媚な観光地などでは、風力発電機の設置によって景観が変わるために反対された。一方、大型風車が林立する雄大な光景を新たな観光資源とする動きもある。米国と英国でのウィンドファーム建設直後と1年後の周辺住民への意識調査ではいずれも2回目が 景観と騒音での反対が少なくなっている。風力発電の出力は昼夜問わず、不随意に変動するため、需要への追従は、基本的に他の調整力に富んだ電源に頼ることになる。また、風力発電所の側でも、ある程度の出力の平滑化や、負荷追従を行う場合があるほか、近年は、発電量の予測技術も用いられている。一般的には、 発電量の10%程度までは大きな問題にならないが20%を超えると追加コストが目立って増えると言われている。スペインと周辺国間では電力取引所での取引を用いた輸出入によって変動の一部を調整する例が見られる。短時間の変動風力発電は風速の変動に従って出力が需要と無関係に変動し電圧や 力率の変動をもたらす。この変動は一般に太陽光発電に比べても大きい。特に導入量が小規模の場合は高い周波数成分を含む変動が多くなる。しかし大規模に導入した場合、変動は大幅に緩和され、系統側の負担が小さくなる。実際、デンマーク、ドイツ北部、スペインなどにおいて信頼性を犠牲にせずに、 電力供給量の20から40%を風力で賄えることが実証されている。また既存の系統に風力発電を追加する場合、新たなバックアップ電源を付加する必要はないとされる。ただし、系統容量に占める風力発電の割合が大きい場合は、ある程度の蓄電設備を加えることで、系統全体で見た発電コストを低減できる場合もあるとされ、 検討や実験が進められている。こうした対策にはコストもかかるが、ある程度の導入割合までは実用的な範囲とされる。個々の風車や WF 単位で出力を平滑化するには、下記の対策が有効とされる。このほか風力発電で得られた電力から水素を製造する手法も研究されている。長時間の出力変動風力発電の導入価値は、 風の強い時間帯と電力需要の多い時間帯が重なる場合に相対的に大きくなる。一般には夜間にや冬季の暖房需要の多い場合には他の電源に比較して特に導入価値が高くなる。マッチしない場合にはその分価値が低くなる。また需要に対して発電量が不足する場合は他の電源に頼ることになる。 宮古島入り編名崎の風車は2007年に復旧風力発電機の最大の敵は強すぎる風である。風力発電機には定格風速があり、定格を大幅に超える速度で運転すると原動機の焼損やブレードの破損などを招く場合がある。そのため風速が過大な場合は保護のために速度を抑制するか、場合によっては一時的に発電を停止する。 支柱ごと倒して、強風をやり過ごすものもあるが少数である。強風や変動に対しては、火器のような対策が用いられる。陸上設置の場合は、風力発電機は 1MWP あたり50エーカーほどの面積を必要とする。ただし風車そのものが占有する面積は主に、支柱であるため5%以下であり、畑や牧草地など、 高さを必要としない利用が行われる場所に設置すれば土地の確保の問題は小さくなる。風力発電が一般的になり、風車郊外の可能性もテレビ番組などで紹介され認知されるようになったので、近隣に人家がある場合は設置への反対運動が起きることがある。周辺地域と比較して高所に設置する場合には、立地点の整備や資材運搬。 運用時のメンテナンスのために林道を造成する必要があり、それに伴う樹木の伐採が問題視される場合がある。もっとも、近年は陸上に設置しない洋上風力発電も検討されつつあり、その場合は陸上設置に伴う諸問題は解消する。しかし、洋上風力は一般にコストが高い。風力発電の事業化にあたっては、 事前の風況の調査が重要である。風は、不随意に変動するが、その変動量や、変動速度、平均強度などは、確率的に取り扱うことが可能である。風力発電の発電量も、また、確率、統計的に取り扱うことができる。このため事前にある程度の量のデータを集めておく、ことにより、相応の角度で、風況や、 発電量の予測を行うことができる。近年では計算機を用いた極地気象解析技術により短時間の変動についてもある程度の発電量の予測が可能になっている。すでに商用サービスも開始されている。近年は一定規模以上の発電事業者に対し発電量の予測を義務づける国もある。逆に風況調査に不備のある場合、 当初見込みよりも発電量が少なく赤字となる場合がある。発電量が予測を下回ったなどの事情で稼働継続に値しない状況になった場合やより高性能な機種に置き換える場合などは地中に打ち込んだ基礎部分の移動は難しいが上部の風力原動機は基本的に移設や転売が可能である。近年は欧州などで 風力発電機の中古市場も拡大している。風力発電機も他の発電方式同様、事故と無縁ではない。構造物の破損や運用、保守作業中のミスなどにより、下記のような事故の例が見られる。こうした事故の背景として、機械的強度を十分にテストしないままに発電等を巨大化したのが原因ではないかという指摘もなされている。 風力発電機のリサイクル技術は数が多くないこともあり開発途上である。鉄などの金属類はリサイクルされるがブレードで一般的に用いられる繊維強化プラスチックについてはリサイクル技術が普及しておらず焼却などで処分される。使用済みのブレードからガラス繊維をリサイクルする技術は開発されている。現在日本では 再エネ海域利用法の導入が進んでいる。再エネ海域利用法とは、海外でコストの低下が進み、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制を両立する観点から重要な洋上風力発電を導入しようとした。しかし、海域の占有に関する統一のルールがなく、先行利用者との調整ができていなかった。 これらの課題を解決するため、平成30年11月30日に成立、同年の12月7日に交付された。具体的な内容としては、自然状況が適切であり、漁業、海運業等の先行利用に支障がなく、発電した電力を供給することができるなどの条件を満たす海域を促進区域と定める。そして、公募によって長期的、安定的、 効率的な観点から最も優れている事業者が最大30年その区域の占有許可を得ることができるというものである。現在経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は秋田県野城市三州及び小賀市沖、秋田県百合本城市沖、千葉県銚子市沖の3カ所を促進区域に指定している。ありがとうございます。